皆さんこんにちは。女性ライフコンサルタントの福林瑞希です。今日は私の記念すべき YouTube 動画1本目ということなので、ぜひ私の自己紹介からさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、私は現在都内に住んでおりまして、29歳です。出身は関西の滋賀県、すごく田舎の田んぼばかりあるようなところで生まれ育ちました。現在はですね、会社員をしながら、全国に600名ほど、生徒さんがいらっしゃる物販スクールの運営をさせていただいております。で、今日はですね、この動画で私がどんな幼少期を過ごして、今なぜこの道を、選ぼうと思ったか、そのすべてお伝えをしていきたいなと思っております。はい、まず、私の幼少期なんですが、4つ上の兄がおりまして、その兄がですね、非常に頭が良く、顔もそこそこイケメンで、私がいつもこうコンプレックスを抱える原因が実は兄だったりもしました。小学校入学したりとか、中学校に入学しても、あの福林くんの妹ねっていつも言われるんですよ。もちろん、こう、得をしたこともたくさんあったんですけれども、なんかこう、いつも兄と比較されてしまったりとか、私よりもお兄ちゃんっていうのがすごくあったので、どこか、こう、コンプレックスを持ってしまう原因だったんですね。で、もう一つ私が、こう、自信がなかったり、コンプレックスを持っていた理由が、実は外見だったんですけれども、私実はですね、生まれつきめちゃくちゃ目が悪くて、今もマイナス12の度数のコンタクトを入れてます。で、小学校入学をするときに、もうメガネだったんですよ。で、そこから、もう人からの見られ方をめちゃくちゃ気にするようになったんですね。で、外見にも自信はないし、兄と比較をされ、できる兄と比較をされて、私は自分に自信がどんどんなくなっていってしまったっていうところがありました。で、こんな環境だったので、私は、こう、人よりもできないから、人よりも頑張らなきゃいけないんだって思うようになったんですよ。で、頑張ることはすごく得意なんだけれども、こう、自分の中ですごく無理をしてしまったりとか、頑張ってもうまくいかないっていうことに、すごくモヤモヤをしたりとか、を抱えながら、過ごしていました。で、実は、私、本当の性格は、真逆です。すごくこう好奇心旺盛で、もうやりたいと思ったこともすぐやりたいし、今だと思ったら今みたいな、結構割と直感型なタイプです。いとこの中でも兄弟でも末っ子なので、なんかいつもこう助けてくれる人がいたりとか、やりたいと思ったわがままを叶えてもらえられたりとかっていう、ある意味多分恵まれてたと思うんですけど、こう自分の意思がどちらかというとこうあって、それを全部叶えたいっていう、ちょっとわがまま欲張りみたいなところが多分本当の、私の性格だったんですけれども、ただこう育った環境だったりとかで、そんな私よりも頑張らなきゃいけないっていう風に自分で自分をこう抑え込んでしまう。それもやりたいからやるとか頑張りたいからじゃなくて、できないから頑張らなきゃいけないっていう風に思っていたことが自分でこう窮屈にしてしまっていたんですよね。そんなこともあり、またちょっとこう家庭の環境が複雑で、一度家庭崩壊を本当にしてしまったことがあって、自分が帰る場所がなくなってっていうことと重なってしまってですね、中学校3年生から高校1年生にかけて摂食障害になってしまいました。で、私は、それを経験して、自分とすごく向き合ったんですよね。なんか、摂食障害って、ダイエットがきっかけでなったりとか、自分のそれこそコンプレックスがきっかけでなるものなんですけれども、結果、やっぱり考え方の問題だったりするので、私は絶対治したいって病気ながらに思っていました。こうなってしまったこともすごく悔しいし、でも自分を変えられるのって自分しかいないって、学生ながらにすごく思っていたので、その頃ですね、いろんなこう人のブログを読んだりとか、心理学の方を学んだりとか、そんなことをしていたんですよ。で、実は今そのコンサルタントのお仕事をしたいっていうふうに思うきっかけも、一度も会ったことがない人なんだけれども、メッセージを私は受け取った時にすごく生きるのが楽になったりとか、何かをこう乗り越えるきっかけになったりとかしたっていうところが実はありました。で、もう一つですね、その摂食障害がきっかけで、お話ししておきたいなと思うことがあるんですけど、実は私今と同じ身長で体重が30キロなかったんですね。本当に服を着た状態で28とかだったので、本当は入院とかをしないといけなかったんですけど、その時もですね、もう根性だみたいな感じで頑張って学校に行ってました。なんか自分に負けるのも嫌だってどこかで思っていたんですよね。ただそれでも私生きていられたりとか、普通に学校に行けていたのって、実はちゃんと親がですね、栄養のある
ご飯を作ってくれていたからなんですよ。で、私はその時に食で支配されてしまう女性を救いたいって思ったことと、自分が救われたその栄養をしっかり取るっていうことで命が救われる女性っていうのをもっと救っていきたいって思って、実は管理栄養士を目指すようになりました。実は私はどちらかというと頭は文系なんですけど、その時に管理栄養士になりたいのであれば、利点をしなきゃいけないってなったので、頑張って、受験勉強をして、希望する第一志望の管理栄養士の資格が取れる4年生の大学に、合格することができました。ただですね、ここからまた自分の考えがいろいろ変わるきっかけがありまして、それが当時アルバイトをしていて居酒屋さんに来てくれる、常連さんのお客さんだったんですね。で、そのお客様は実は病院にはお酒も飲むな、タバコも吸うなって言われていた方だったんですけど、正直ですね、そのお客様はタバコ吸って美味しいもの食べて死ねるならそっちの方がいいっておっしゃってたんですよ。私にとってはその価値観がすごく新しくて、私はその時に、あ、じゃあ私が幸せにしたい人って健康であることが幸せだって思う人だけなんだなって感じたんですよね。で、そこから私はその人が求める幸せを形にしたいって思うようになって、で、転職活動を管理栄養士の道じゃないところも見ていくようになりました。で、そこで出会ったのが今も働いているブライダルの会社なんですね。で、私はその会社にすごく惚れたと言っても過言ではないんですけど、考え方とか企業理念とか、そこで働く人のお話がすごくスルスル入ってきたので、あ、この会社に行きたいって思いました。で、実は、7年ぐらい、もう新卒からずっとその会社に今も勤めております。で、何がそこが良かったかっていうと、やっぱり人の人生に向き合えることを大事にしている会社だったんですよ。だから結婚式が幸せな瞬間だからっていうわけではなく、やっぱそれだけお客様に向き合うっていうことは、思い過去も受け止めなきゃいけなかったりとか、お客様がこう言いたいけど言えないことだったりとかも、ちゃんと受け止める覚悟がないとできない仕事だっていうことを言ってくれた時に、あ、私ここだなって思ったんです。で、この会社でウェディングプランナーしたら、私がやりたい目の前の人に向き合うことができるって思って、入りました。で、入社後ですね、その、イメージが正直間違ってはなかったと思います。私はすごく不器用ながら、この会社だから頑張れたのって、やっぱ人が好き、お客様が好き、お客様に向き合うってことを大事にしてくれてる会社だったから、これがただただ数字を追え、みたいな会社だと多分私は合わなかったと思います。でも、じゃあなんで私が今、このコンサルタントの道に進もうと思ったか、実はそこには大きな理由が2つあります。1つはですね、私がちょうど28歳の時に自分の人生に悩んで、このままこの会社に居続けた時に自分が理想とする女性としての働き方を叶えている人がいなかったこと。そして二つ目は、もうこのウェディングプランナーの仕事がめちゃくちゃ好きって思ったからこそ、その人に向き合うっていう部分をもっともっと極めてやりがいを作っていきたい。もっと私が誰かの力になりたいって思ったこと。この二つになります。で、まずこの一つ目の女性としての働き方で、自分の理想とする人がいなかったってことなんですけど、正直私はですね、仕事がすごくできるとも思ってはいなくて、忘れ物もよくしますし、同じ会議で他の人が理解できていても私だけついていけないみたいなことも結構普通にあってですね、いつも周りで、翻訳してくれる人がいたりとか助けてくれる人がいて初めて、理解できるみたいなタイプだったので、バリキャリーってね、肩掛けで出してるんですけど、仕事ができるバリキャリーではなく、忙しかったりとか、仕事量だったりとか、ほぼほぼ仕事に生きてた。お休みの日もいつも会社に行って、会社からはダメと言われてるんですけど、やっぱ仕事が好きだから、お客様が好きだからやってしまうみたいな生き方だったんですよ。ただ、その転機になったのが、ちょうどお付き合い当時していた彼がですね、転勤になってもう飛行機じゃないと会えないぐらいの場所に行ってしまったんですよ。で、そこで初めて私は結婚を考えました。当時、25歳でしたね。で、実は、その時に私はじゃあこの会社で結果を出して、もういつ結婚してもいいって思えるまでまずやりきってから結婚のこと考えようって思ったんですよ。で、私が自分で立てた目標も実の会社で叶えて、ただその先が見えなかったんですね。目標を叶えても私が理想とする自由な時間やお金や、恋愛だったり健康だったりっていうものは、叶うことはなくて、で、この会社で理想とする人もやっぱりいなかったっていうところが一つの大きな理由になります。じゃあなぜこのコンサルタントがそれを叶えることができると思ったかっていうと、自由な時間、好きな人、好きな場所で、パソコン一つさえあればできる仕事だったっていうことが一つ、そして何よりも自分が理想とする生き方を叶えている女性がたくさんいたことなんですね。最初このコンサルタントをやる前に、実は物販スクールに
入会をしたので、そこで商材はアパレルになるんですけど、物を売る仕事をやったんですよね。でその時に、あ、こんなに自由に自分で時間を作って物を売ってお金をこう作るっていう、給料でもらうじゃなくてお金を生み出すっていうことを初めて経験した時に、あ、世の中には選択肢がたくさんあるんだなって思いました。そして私がずっとやりたかったこのコンサルタントのお仕事も、まあ、好きな場所や自由な時間、好きな人と一緒に働けることだったので、この道に進んでみたいと思ったことが一つです。そして二つ目ですね、ウェディングプランナーとしての、まあ、やりがいだったりとか人と向き合うっていうところなんですけど、もうこれはまさにですね、まず、ウェディングプランナーだと逆にそれが叶わなかったのかっていう点になります。で、私実はこれ、その目標を決めてやりきったからこそ見えたことだったんですけど、結果自分が求めるものは叶わないと思いました。私はもちろん結婚式はすごく素敵だって思いますし、誇りを持ってやってました。目の前の一人に向き合っていいものを作ろうって思ってたんですけど、でも私がゴールとするところって、結婚式を挙げてよかったって思ってもらうことだけではなく、その方が自分の人生に向き合うことによってその人がもっともっといい人生になっていくことだったんですよ。でもそれって私が会社員としてウェディングプランナーをやり続ける限りは絶対に叶わないと思ったんですね。なぜならばそのお客様がいい結婚式を挙げたらそれで終わってしまうから、その先までのお手伝いはできないっていうことに気づきました。正直そんなことできる仕事ないと思ってたんですけど、それが私がこの物販のスクールに出会って自分のメンタルに出会った時に、あ、身近にそれを叶えている人がいるって思った時に、もう私はこれを絶対やってみたいって思ったことが2つ目の理由になります。で、実際ですね、まあ、それをじゃあその方の人生に向き合う仕事をやるためにまずは自分が変わらなきゃいけないと思ったのと、まあ、それだけ仕事にもう人生をかけてきたような生き方だったところから、自分の生き方を変えるチャレンジをまずしなきゃいけないと思って物販スクールで学んでいきました。そこで学んだこと、変わったこと、実はもうたくさんあるので、私はそれをこのチャンネルで伝えていきたいと思っているんですけれども、今日は自己紹介動画ということなので、また改めてお伝えしたいと思います。で、私がこの道を選んだ理由2つはお伝えしたんですが、実はそれを選ぶまでに私はかなりたくさん悩みました。実は最初はこの道を知るまでに転職活動を初めて人生でやりました。大好きな仕事を手放す覚悟もしてやったんですけど、実は自分で選べなくてすごくすごく悩んで落ち込みました。なぜかというと、第一志望だったところに内定もらえたんですけど、でもやっぱり好きな仕事を手放せないと思ったことと、まあ、結局ですね、10人20人ぐらいに相談したんですよ。自分の知り合いや上司や先輩、それでも答えが出せなかったことに一番ショックでした。こんなに自分の人生自分で決められないのかって思ったんですけど、ただ私はこの選択肢、別の今の選択肢に出会った時に、まあ、私は選べなかったんじゃなくってどっちも選べたくなかったんだって思ったんですよ。自分の欲しいものが両方手に入らないって多分分かっていたから、自分の心に素直になった時に選びたくなかっただけなんだなって思いました。そして私は選択肢をただ知らなかっただけ。で、それを知った時にですね、私と同じように女性としての今後の、まあ、生き方だったりとかライフプランっていうものに悩んだ方に向けて、こんな選択肢だってあるんだよっていうことを伝えていきたいなと思ったんです。もちろんそれを知った上で何を選ぶかはその方自身だと思いますし、その方が一番幸せになれる選択をしてほしいって思うんですけど、私は自分にとって選択肢が増えたことによって新しい生き方を知ることができたし、もっと言えば、まあ、もちろん物販で副収入を得られるっていうところが自分のスキルになったところも一つなんですけど、それ以上にいろんな考え方が変わって、自分が会社員としてもプライベートも生きやすくなったことが一番の手に入れたものだったと思ったんですよ。なので、まあ、多分ね、今このチャンネルを見てくれてる皆さんって、まあ、ちょっと今なんか悩んでてモヤモヤしててとか苦しいなとか、なんか頑張ってきたけどこの先どう頑張っていったらいいんだろうとかっていう方いると思うんです。で、私が伝えたいことって、今はすごく苦しいかもしれないけど、いろんな考え方があって、それを自分がえって勇気を出して行動することによって、いろんな自分の未来を開いていくことができるんだっていうこと。そして私めちゃくちゃ頭でっかちだったので、そんな私でも変われたいろんな経験をこのチャンネルで伝えていきたいなと思っております。ぜひ今後いろんな発信楽しみにしていただけたらなと思っておりますし、私もどんどん成長していろんな伝えられることの幅も増やしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日この動画を見ていただいて、私福林瑞希にご縁を感じていただいた方や、私の運営する物販スクールに興味があるよという方は、概要欄にある公式 LINE からお問い合わせをお待ちしております。
はい、長い動画になりましたが、皆様本当にありがとうございました。